はい、皆さんこんばんは。7月入りました。いや、雨が止みませんね。今日もものすごい嵐が来たかと思うと、晴れ間が出てまた嵐が来てと、もう本当わけがわからない天気になっております。でも水害がね、まだ最近はないのかな、ね、ない方がいいんですけど、皆さん油断しないようにしてください。はい、そんな中でもですね、皆さんコミュニティたくさん投稿してくれているので、今日も10分間お付き合いください。それではまず最初の投稿から、ひろみさん、うちのパキラ茂りまくりですということで、おお、すごい、めちゃめちゃいい感じに茂って、ナチュラルなこの枝いいっすね。こういうパキラね、とってもかっこいいんで、この枝ぶりをちゃんと保ったまま育ててくれると、どん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 おしゃれなパキラができると思います。よく見るとこういいね、ボコボコして、こういうのがおしゃれなんですよね。石化っていうんですかね、どんどん木質化していてボコボコしてくるととってもおしゃれになるんで、頑張って育ててくださいね。吉弘さん、週末取り木できるかなと、ビクタムの達人ですね。これメルカリとかで売ってるみたいですけど、株分けしてね、頭いい、ね、お小遣い稼ぎになっていると思います。ゆかこさん、出先に盗難があったので行ってみました。小さいエリアをぐるぐる観察して、弱ったアスプレニウム税込み価格100円、お、めっちゃ安い購入。子供の頃はアビスを枯らしてたっけ、うまく育つといいなーってことで、盗難って熊本にはねないんですけど、どこの地域なのかな、うん、植物たくさんありますね。100円は激安です。税込みなんで100円ショップより安いですね。続きまして、ゆかりさん、萌えさんからお迎えしたスキンダプサスオルモストシルバーすごい名前、到着したら乾燥してクルクルになっていたので、湿度を保つため袋密閉ということで、スキンダプサスのこうどういう感じですかね、フが入ってるのかな、ほんとクルンってなってる。袋密閉するとこういいのかな、なんか蜂密閉とかみんなよく言いますけど、僕やったことないんですけどね、ちゃんと戻るといいですね。これスキンダプサスもまあまあね、いいお値段しますから、大切に育ててください。はい、吉弘さんが、あ、メルカリのやつ出してますね。メルカリ出品用のアグラオネマピクタムトリカラーの苗の在庫がなくなったので、新たに28、比較的育成が楽なアグラオネマピクタムのトリカラーすぐに増殖するので安く出品していますよと、も生産者も顔負けですね。おー、すごい。このコメント欄ね、さっき見たりょういちさんがパキラ細葉僕に売ってくださいと、はい、こんな感じで自分たちでね、DM でやり取りしている人たちたくさんいますんで、まあ興味がある人たちはですね、連絡してみてください。はい、次行きましょう。おっとっとっと、元に戻りましたね。じゃん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 、操作を間違えるとすぐこんな感じ。谷口さん、買うべきか買わざるべきか、いや買わなくていい悩んでいます。コメリで昨年の末から置いてある沖縄観葉さんのブラキトンアケホリウス、定価4980円が半額の2480円です。私が感じている難点は、株元が膨らんでいなくてボトルツリーらしくない、肥大化しないタイプ、肌荷の発生、葉は全てやられています。樹形が良くない、気に入らない、もう買わないでいいから、そういうのね。手入れしてあげればなんとかなりそうですが、どうしよう、もう一声値引きしてくれないかな。コメリさんはこれ以上の値引きはしなさそうだし、やはり種から始めようかとかね、はい、もうね、値引きされてこんだけ虫がついたりしてやられているですね、2000円とかじゃね買わないでください。もう300円とかだったらね、まだしも、はい、で自分が気に入らないタイプだったらおすすめしません。うん、
またまた谷口さん、ベンジャミンがね育っています。2月にカインズホームで2980円が500円になってたところ、お出迎えした三つ編みベンジャミンです。あ、こういうのはいいですよね。太陽の再生工場ダースとベンジャミンはピッカピカになりますからね。お、めっちゃほらハゲ坊主からこんな感じにね、再生しているとね、こういうのはねお得ですよね。ピッカピカになりましたってことで、はい、谷口さんたくさん投稿してた。谷口さん連投ちょっと飛ばすよ。何個あげてんの。良一さん、昨年11月に購入した社長のバリントニア、はい、バリントニア小判の足です。このコミュニティで持ってる人はどのくらいいるのかな。届いたのは昨年の11月、新芽が出たのは12月、その後の写真は今年4月、最後は最近の写真です。ということで、おう、バリントニア、この間ね、あのライブ配信の時も皆さん見せましたけど、成長が全然なかったんですけど、うちのバリントニアも一気にね伸びました。はい、あ、そっか、良吉さんの倒れて出てきたからね。横向いてたんだ。成長ねやっぱ遅いみたいです。でもうちのバリントニア、この多分10日間ぐらいで 3,4 センチ伸びたような気がします。まあ育てやすくてね、とっても可愛いやつです。はい、浩二さん、植物が雨に当たると元気になることを千葉社長の動画を見て教わりました。実際にそうなることは自分で確かめて体感的にも理解しました。この動画を見た時にさらに腑に落ちた感じがしました。波動やエネルギーなど目に見えない領域の話です。常識にとらわれない皆様だからご理解いただけると思ってシェアさせていただきます、ということで、おお、なんかまた違う YouTuber だから、いろいろね、風水だったりとかね、ありますけど、まあ、波動とかね、お、なんか台風とか地球のエネルギー不足を補う、なんかいろいろあるみたいですね。興味があったらね、見られてみてください。秋人さん、昨年10月に購入したペティオラリス、冬の間全く動きませんでした。そらそうだ。春になり動き出したので、5月末に植え替えをしたところ、下から葉が1枚1枚と落ちてきて、残り2枚でなんとか踏みとどまりましたが、これはやってしまったかと思いきや、先週からしめちゃんが園芸は我慢も大事ですなぁと、そう、その通り、うん、だってね、思いもがけないぐらいの時からね、こう出てくるから、おお、めっちゃ綺麗になってますよね。そう、我慢も大事、いじりすぎはダメです。はい、またまた良一さん、以前再生方法を教えたホームセンのウンベラータ、ちゃんと店に並んで値札ついて、もうお店の人助けてどうするんですかね。お金もらわないと。良一さん、あの情報はただじゃありませんからね、自分だけに生かしてください。でもホームセンの人はねラッキーですよね。はい、吉弘さん、なんかまた買ってますね。お、久しぶりに未来バンバンさん、 DIY 工事中の裏庭に奥様の実家からいただいたクンシランを仮置き、いい感じです。そしてクワズイモがめきめき育っています。おー、いいですね。とってもロックガーデンっぽい、なんかね、オリズルランとか、まあクンシラン、これシンゴニウムとかも入れてるかな、これすごい。まあ壁の近くだしですね。バンバンさんどこだったっけ、千葉だったっけね。やられなければいいけど、とってもお上手。やっぱこうやって観葉植物のねお庭ってとってもいいですよね、南国地区で。しかしすごいおしゃれなお庭ですね。奥にはモンステラとかもありますな。素敵です。お邪魔してみたい。はい、また谷口さんすごい投稿するね。ここも谷口さん、みんな見てあげてください。ゆかさん、ピクタムの新葉が綺麗になりそうな予感、まだ色は薄いけどどう濃くなるのか楽しみです。そろそろ多肉置き場も限界、近くの猫祭りに行きマグカップゲット。マグカップありすぎるし、これに穴開けて鉢にしたい願望が抑えられませんとね。猫マグカップかわいいですね。いろんな趣味があって皆さん最高です。はい、ピクタムとってもいいです。多肉植物も、おお、めちゃくちゃかわいいですね。はい、ということで今日もね
たくさんの記事を投稿していただいてました。谷口さん、吉弘さん、めっちゃ連投している。はい。ありがとうございます。そんな感じで、コミュニティあと2人で400人達成です。徐々に徐々にこちらのコミュニティも拡大しております。皆さん、梅雨の時期でも植物投稿するのは無限大です。楽しい皆さんの植物の記事お待ちしております。それでは皆さん、またね。バイバイ。